お、集まってる集まってる。みんなも、アキトくんの誕生日をお祝いしに来たのかい？なるほどね。じゃあ、ちょっと協力してもらっていいかな？実はリンとレンに、誕生日パーティーでやる出し物の準備が終わってないから、時間を稼いでほしいって頼まれちゃって。だから、アキトくんを引き止めるの、手伝ってほしいなーなんて。ありがとうみんなって、言ってるうちに来たみたいだね。いやみんな、いらっしゃい。あ、カイトさん。ひょっとして、またつまみ食いして、パーティーの準備から外されたんですか？いやいや、今回はその前に、リンとレンから頼まれ事されちゃってね。それ、頼まれ事されなきゃ、つまみ食いしてたってことなんじゃねえの？アキト。それでカイトさん、リンちゃんとレン君からの頼まれ事って何ですか？え？ああ、あはは。それはちょっと置いておいて。ほら見て、アキト君のお祝いのために、こんなにたくさん集まってくれてるよ。ほんとだ、アキト、ほら。はいはい、わかってるっての。お前ら、わざわざ来てくれて、ありがとな。せっかくだし、ここにいるみんなで、アキト君をお祝いするのはどうかな。いいですね。みんなも、どうだろうか。お、準備万端って感じだね。じゃあ、早速行くよ。アキトくん、誕生日おめでとう。アキト、おめでとう。おめでとう、しののめくん。お、お前らもサンキューな。じゃあ、本格的なお祝いは、メイコさんのカフェに行ってからってことで、そろそろカフェに。ああ、ところでさ、君たちがチームを組んでから、結構経つよね。え？チームを組んだばっかりの頃と今じゃ、いろいろ違いを感じることもあるんじゃない？ね？ああ、確かに。チームを組んだばっかりの頃は、まだチームの一体感が足りてなかった感じあるよね。でも、対戦形式のイベントに参加するようになったり、4人での練習も増やしたりしてるうちに、だんだんチームっぽくなってきたよね。ああ。それで、最もチームとしてまとまったと感じたのは。遠野とイベントで歌った時、だな。俺一人じゃダメだったが、お前らがいたから、最終的に引き分けまでいけたんだよな。うん。チームとして、一つになれた感じ、あったよね。あ。次は、絶対に勝つ。俺個人としても、チームとしてもな。だから、頼りにしてるぞ。アキト。ああ、お前を支えられるように、俺たちも頑張ろう。うん。うんうん、いいね。じゃあ、気分が持ってきたところで、一曲歌っちゃおう。え、でも、カフェに行かなくていいんですか？大丈夫、大丈夫。一曲だけだから、ね。たか、ま、これだけの客を前に、何もなしで返すわけにいかねえしな。お前らも、いいか？ああ、構わない。もちろん。いいよ。うん、歌おう、しののめくん。お、このメンツで歌うなら、あれだな。聞いてくれ。シネマ。
誰もが突然見始まって、やたらめなシナリオの上で、それは映画のようなまるで映画のようなどこにでもあるストーリー、間違いだらけの道のりだ、丸つけられるのは理屈だ、何が良くないのか、どこが良くないのか、そこまで教えてくれよ。明け方の妄想貴重な逃避行と勘違いの英雄ごっこ、もう渋滞してんだ、どうしようもこうしようもないような、こんなはずじゃなかったよなって、どんなはずだったんだよなって、思えば思う、盛り上げてくれてありがとな。おかげで気持ちよく歌えた。それだけ？せっかく誕生日のお祝いしに来てくれてるんだし、もうちょっと感謝の気持ち伝えたら？ああ、こういう機会でしか伝えられない思いもあるだろうしな。分かったよ。お前らの応援には感謝してる。ここで歌うたびに支えてもらってるって感じもするしな。今はまだ実力が足りなくて不甲斐ない姿を見せることもあるかもしれねえけど、俺たちはもっともっと上を目指す。どんな壁にぶち当たっても進み続ける、その覚悟をこれからも見ていてくれ。さーて、じゃあそろそろメイコのカフェに行こうか。時間稼ぎは終わりっすか？え？あはは、やっぱり分かっちゃった。まあ、分かりやすかったんで。何の準備だったんだろうね。それは行ってからのお楽しみじゃない？そうだな。きっと楽しんでもらえると思うよ。さあ行こう。みんな、ありがとね。またな。